市内で注目の活動を行っている団体や個人、また地域のおすすめスポットやイベントなど、地域の情報を発信する新コーナー、笑顔満点地域の力。初回は踊りで地域の活性化を、白鷺フェスタ実行委員会をお送りします。今月から市内それぞれの地域で注目の活動を行っている団体や個人、また地域のおすすめスポットやイベントなど、地域の情報を発信するコーナーとして、笑顔満点地域の力をお送りします。今回は白山地域で毎年開催されるよさこい踊りのイベント、白鷺フェスタを主催する白鷺フェスタ実行委員会の活動を紹介させていただきます。こちらは白鷺フェスタ実行委員会代表の杉田さんです。杉田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすぐ白鷺フェスタ本番ですね。はい、そうです。5月の11日日曜日に開催されます。たくさんの方が来ていただくのが本当に楽しみにしております。それでは今回の白鷺フェスタではどういった催しが行われるのでしょうか。はい、よさこいの大好きな参加チームの方が東西に分かれて踊りを披露 します。でそこには紅白歌合戦みたいな形で審査員の方8名の方にお願いして、それで審査の結果どのチームが優勝かというのを決めていただきます。白鷺フェスタ実行委員会の皆さんはどういった方たちなのでしょうか。白山町にはハッピーズさんと白山騒乱会の2チームがありまして、その方たちが中心になって実行委員会13名で結成されております。それでは結成のきっかけを教えてください。はい、当時できたばかりの白鷺ホールから5月の利用が少ないと聞き、白山地域の活性化のためによさこいのイベントを始めました。はじめは参加チームが少なかったのですが、会を重ねるごとに参加チームが増え、今では県外からもたくさんの方参加していただいております。当日は私もお邪魔させていただきたいと思います。はい、ぜひ見に来てください。実は私も白山騒乱会の代表をさせていただいております。今夜白山騒乱会の練習がありますので、私たちの一生懸命こう練習しているの様子を見ていただければありがたいなと思っております。こんばんは。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん本番が迫っているということで、ずいぶん気合が入っていますね。はい、白鷺フェスタが5月11日にありますので、それに向けて の練習をしております。白山騒乱会はどんなチームですか。はい、はじめは女性の方ばっかり でしたんやけども、ね、踊りたい方が見えたらどなたでもっていう感じで、はい、男性の方も一緒に踊っていただいてます。練習はいつされているのですか。毎週水曜日の7時半から、9時ということで。どなたかにお話を伺いしてもよろしいでしょうか。ダンちゃんとフーカちゃん、ランちゃん、ふうかちゃん。よさこいを始めたきっかけを教えてください。はい、私は初後の時に運動会で南中騒乱を踊って、そこから今現在も続けています。小学4年生の時に騒乱を踊ったので、それが楽しかったので入ろうと思いました。でこの他にも白山町には
ハッピーズというあのソーラン頑張っておられるチームがありますので、そちらの方にもぜひインタビュー行っていただきたいと思いますので、はい、今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。大光小学校に来ています。こちらでは白山地域のもう一つの踊りチームハッピーズの練習が始まっているようです。お邪魔してみたいと思います。こんばんは。はい、こんばんは。ハッピーズさんでしょうか。そうです。白山ソーラン会の杉田さんからご紹介をされましてやってきました。今日の、練習を見学させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。お願いします。練習風景を見させていただきますと、ずいぶん小さいお子さんも多いように思うんですが、メンバー構成を教えていただいてよろしいでしょうか。小学校の子どもたちと、あと中学生と専門学校生の子がいます。で、大人があと数人ですね。で、踊ってます。結成された経緯など教えていただいてよろしいですか。ですね、地元のお祭りでみんなで出ようじゃないかということで、大光小学校の子どもたちに声をかけまして集めたのがきっかけ で、それからもう結成して、8年ぐらいになるんですけれども、もうどんどん子どもたちが成長していくにつれて、クラブ活動とかね、中学校に行ってしまうとそんなので出てこれなくなってしまって、どんどんメンバーも減っている状態なんですけれども、残っているメンバーで親子で元気にやってます。休憩時間になったようですので、インタビューをしてみたいと思います。夏祭りとかスーフェスとかいろいろな祭りに出れたこと、あとスペイン村で賞を取ったことです。これからも続けていきたいですか。はい。二十歳になりたいなと思った最初のきっかけはどんなことでしたか。かっこいいなと思った。二十歳になれた時はどうでしたか。嬉しかった。高沖さん、今日はありがとうございました。たくさんの練習を見させていただきました。本番に向けての意気込みをお願いします。はい。白鷺フェスタは白山町で行われる祭りですので、地元白山町で活動しているハッピーズとしても一生懸命頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ハッピーズはメンバー大募集中です。毎週土曜日の夜に大光小学校の体育館で練習をしてますので、ぜひ見学に来てください。ありがとうございます。さて、白鷺フェスタ当日を迎えました。杉田さん、今日は大盛況ですね。どうもありがとうございます。一番気にしてたのが天気のことなんで、晴れてもう本当に心も晴れ晴れとしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのサブ会場では現在後ろで踊りが行われているんですけれども、はい、これがちょっと特徴ある踊りということでご紹介お願いします。これはギンギラという曲なんですが、第6回目を迎えまして、初めて実行委員会が地元の特徴を捉えて総踊り曲を作っていただきました。でも白山町に伝わる歴史とか白鷺、ここは白鷺ホールと言うんですが、白鷺が7羽舞い降りたという伝説がありまして、それのことを歌にして多くの方々に知っていただこうということで作らせていただいて、はい。今日は踊りだけではなく物産展も大変にぎわっていますね。はい、そうですね。地元で採れた野菜なんかを味ご飯とかいろんなところに使いながらたくさん売っていただいてますので、各それぞれ物産の方々も今日の日を楽しみにして頑張って追っていただいてます。はい。杉田さん、今日は大盛況で今回のイベントも大成功ですね。ありがとうございます。今回は子どもさんたちがたくさん来ていただくために子どもさん向けの宝探しを企画しました。で、たくさんの
子どもさんがもういろんなところへ行ってあのクイズを解いて、今回はたくさん本当にあの子どもさんたちあの宝探しをあの喜んでいただけたかなって思っております。またあの来年なんですが、またあの5月に行われさせていただきたいと思いますが、踊り子さんではなくてあの地元の方も足を運んでいただくような、もっとあの企画を考えながらあの今後やっていきたいなというのを思っております。杉田さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。